この後6時から開始になりますので、お楽しみにお待ちください。もうしばらくしたら開始いたします。そしたらメイン画面の方に移ってまいります。いや、いいですか。5秒前、4、3、2、1、スタート。はい、皆さんこんばんは。はい、ありがとうございます。今日はここですね、千葉市緑区鎌取コミュニティセンターからですね、第36回千葉コミュニティテレビということで、今日はなんと世界最速似顔絵クリエイターのカッキーこと柿本健二さんに来ていただきます。カッキーさん、ようこそ。イエーイ。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、お会いしたかった、ね、今日実はですね、カッキーさんの方は私のこの似顔絵をですね、2012年ですから今から6年ほど前にですね、私を描いていただいたんですけど、実はまだ会ったことがない時にフェイスブック上で友達になった時にですね、3、4枚ね、顔写真の中で描いていただいて、で、まあ、大変好評いただいて、私はもうこれでいろんなところで使わせていただいてるんですけども、そんなことでですね、カッキーさんとそれ以来親交を深めさせていただきまして、今日はその世界最速似顔絵クリエイターとされるですね、カッキーさんの、いろんなエピソード、逸話、そして少年時代、この辺の話題もですね伺ってまいりたいと思います。はい、じゃあもう早速開始します。早速開始します。じゃあまず一発目、最初のお客さん、行っちゃいますよ。今日はもうその場でいいですよ。その場で。じゃあ行っちゃいます。行っちゃいます。はい、皆さんですね、はい、今日はここでこの場で描いてるカッキーさん、素晴らしい。はい、ねちっちゃいお子さんも後でね、描いて差し上げますからね、楽しみにお待ちくださいね。ねえ、しかしカッキーさんはあれですよね、山口県の宇部市のご出身ということでね、はい、そうなんですね。できた。おお、じゃあこっち、実際はい、桜井さん、千葉市にお住まいの桜井さんです。どうも桜井さん。はい、桜井さん、はい、さあ、はじめまして。じゃあちょっと桜井さん、下の名前なんて言われるんですか。久里です。久里さん、久里トゥーヒサト、ミスターカッキー。うわ、これ40秒でもう皆さんあっという間にオープニング1名。はい、はい、じゃあこれを、はい、はい、じゃあここで持っていただいて、はい、桜井さん、うわ、ありがとうございます。似てますね、似てますね、似てますね。似てますか。イエーイ、ということで、ということで今日も楽しくですね、配信を開始してまいりたいと思います。ちっちゃいお子さんもね、楽しんでいってね、ということで、すぐ書いてあげるからね、すぐ書いてあげますからね、うん。でカッキーさんはですね、山口県の宇部市ご出身ということで、宇部市の観光大使、ふるさと大使ということで、まあ、いろんなところでですね、この似顔絵を、描かれてますけど、なんと、7万今8114人目、7万8114人目ということで、10年ほど前からって言いましたけど、ね、はい、10年ほど前から、全国各地のですね、各イベント会場で、速攻でですね、この今みたいな形で似顔絵を描いて、地域の人たちの笑顔をたくさん集めているという、そんな素晴らしい活動をする傍らですね、デザイナーでいらっしゃるんですね。そうですね。で元、なんとですね、カッキーさんは東京芸術大学の工業デザイン科、そうです、ご出席で、ご入学ご卒業され、で、一流企業の日立製作所、ね、日立製作所のデザイナーとして何年間ご活躍されたんですか。28年間、日立のデザイナーとしてですね、ご活躍され、そして、あれですね、指令室なんかのデザイン、警察とか、そうですね、ね、通信指令室とか、皆さん、なかなか普段、ね、一般の人は入れないようなところですけれども、そういう、通信指令室なんかの、環境デザインですね。こう、もう全部総合デザインですね。そうですね。画面から指令台から、はい、インテリアから、はい、人間工学、はい、レイアウト、はい、もうすべてですね、ね、色彩学も、ね、はい、含めて、はい、そういうことでね、はい、いろんなところで活躍されているわけですけれども、こういうね、カッキーがやってきたっていう、これも今ポスター、ね、作られて、いろんな石田純一さんとか、あとは安倍首相の奥様とかですね、それから道賢人松村くん、ね、モノマネの山口県の、モノマネの松村邦弘さんとかね、あとは春菜愛ちゃん、ね、うん、この下にもいろんな著名な方がちょっとカメラに映ってないところでありますけれども、そんな似顔絵もですね、こうね、北原照久さんとかね、こういう
お世話になってます、お世話になってますね、北原さんね、お世話になってますからね、こういうね似てますよね。それとか、今話題に出ました石田純一さん、これね、石田純一さんおめでとうございます、ね、あ、もうまたお子さんね、おめでとうございます、ね、石田純一さんとかもね、こういう似顔絵で、カッキーはですね、こういう特別な技術を持ってらっしゃいますので、日本中世界中の人だって瞬時に40秒ですぐ親友になっちゃうっていうね、特技を持たれてらっしゃるんで、まあ、なかなか真似しようと思っても ねできないですし、世界で唯一の技術をお持ちのカッキーさんですから、はい、いや今日なんかすごい褒めていただいて、紹介もすごいので、あのね、国吉さんね、はい、40秒っていうのが、はい、あの人間が最大限に集中する時間っていうのを、はいはい、まあ、僕は日立にいた時に、はい、まあ、小泉さんっていうフェローがいまして、はいはい、ノーベル賞候補、はい、その方が、まあ、赤外線っていうか、あの、はい、照射してですね、はい、調べて集中する時間が最大限に集中する時間、はい、40秒だったんです、はい、で僕が喋って笑わせて、描いて、そしてもうパフォーマンスして、40秒っていうのはドンピシャの時間、で40秒で、ね、40秒で一瞬にして、その心を掴んでしまう、伝わる時間なんですね。うん、じゃあ、 最初 あのコメントをですね、ちょっと読ませていただきますけど、皆さん今日はですね、たくさんのコメント、そしてあのこの番組をですね、どんどんフェイスブック上でシェアしていただいて、そしてあのどん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 この楽しい時間をですね、共有していただければというふうに思います。フェイスブックライブ入ってますよね、入ってますね、自分のが入ってないの自分のが入ってないんでちょっとコメントがちょっと読めないんですけれども僕は見ちゃいましょうか、はい、コメント、あれ自分のが入ってない、どうでしょう、入ってますか、フェイスブック入ってる、おかしいな、私だけ入ってないという自分だけ入ってない状況が、まあ、そういうこともありますね、世の中ね、あっていい思い出になると思います、はい、そうですね、でもね、皆さんご覧になっていただければ、ちょっとコメントはじゃあ、カッキーの一回フェイスブック上でちょっと読まして、はい、でですね、今日の楽しいこの時間をどんどんフェイスブック上でシェア、そしてコメントもたくさん入れていただいて、皆さんとあのどん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 ですね、あれしていきますので、コミュニケーション取っていければと思ってますので、はい、入ってますね、はい、ありがとうございます、はい、画面はメイン画面入ってますか、あ、メイン画面は、どうなるかな、もっと画面が大きくなるんですけど、米安、あ、メイン、あ、入ってますね、ありがとうございます、でこの千葉コミュニティテレビの宣伝をさせていただきますとですね、千葉コミュニティテレビというのは、4カ所のコミュニティセンターからですね、公開生放送ということで、毎回素敵なゲストをですね、お招きしまして、今までも千葉市長の熊谷、俊人さんとかですね、あとは先ほども出ました北原照久さんも出ていただきました、ありがとうございます。そして、プリンセスプリンセスの元リーダーのですね、渡辺敦子さん、あっこちゃんとかですね、宇宙飛行士の山崎太一君とか、あと米安ね、今日も来てますけど、来ていただきますけど、モデルのね、日本を代表する、モデルのですね、米安こと坂部義明さんも、出ていただいたり、林や今日まだまだ皆さん間に合いますので、どうぞご来場いただけたいと思います、まあ、コミュニティセンターから発信する、こういった各機のようにご活躍される方をですね、お招きしてライブで、いろいろ楽しんでお話を伺ったりですね、あとコミュニティセンターから発信する、地域の話題情報、コミュニティセンターのイベント情報などもこの後どんどんやって、皆さんにお知らせしていきたいと思います。どうぞシェア、そしてコメントをたくさんいただければと思います。それではカッキー、早速ですけども、はい、小学生とか中学生とか、はい、まあ、お生まれになってからその辺の学生時代、はい、青春時代のことをちょっと伺っていいですか。もう青春時代はね、至ってあの悪ガキでね、あの野球もやったし、はい、でうちの大好きなお袋にね、はい、あの音楽も習ったり、はい、芸術も、はい、普通に行きなさいと言われて、はい、でちっちゃい時から絵を描いて、はい、それで絵を描いたり、はい、とにかくあの野球をしたり、はい、もう虫を取ったり、はい、普通の、まあ、元気な子供で、あのガキ大将でしたね、はい、でもあの母が落ち着かせるために、はい、まあ、あの絵を描かせて、はい、それが今 あの似顔絵につながったと思うんですけど、あ、じゃあ小さい頃から絵は好きだったんですね。もう大好きなんで、父と母がもうあの絵が大好きなので、はい、その影響もあったと思うんですけど、はいはい、それで小学校の時には卒業論文に全員の似顔絵を描いたり、はい、まあ、野球のメンバーをもう似顔絵を描いたり、はい、まあ、あの描くことが大好きで、あ、まあ、人とつながるツールっていうのを、なるほどですね、まあ、小さい時から、はい、まあ、あの感じていたというかね、あ、まあ、そんな感じで、はい、
で、ね、はい、あれですか、小学校の時代、まあ、そういった絵はどういったところで習われたんですか？絵はね、玉美の先生で、はい、杉本先生っていうのがいまして、はいはい、そこで絵のアトリエ教室、はい、やっぱ子供を集めた教室があって、はい、そこで、はい、まあ、勉強して、はい、まあ、風景画とか、はい、まあ、いろんなものを描いて、水彩油絵、水彩油絵、ね、はい、でもことごとくは自分がいい絵ができたと思って、はい、展覧会に出すと、はい、下手くそだったはずの妹の絵の方が、はい、自分でも評価して下手だと思うのに、はいはいはい、それが山口県の県知事大賞とかね、まあ思うようにいかなかったですね。あ、なるほどね。だから余計うまくなりたいかなとか思ったのかもしれませんね、はいはいはい。今日なんかもう可愛いお嬢さんも、お嬢ちゃんね、もうちっちゃい頃っていうか、ね、もう僕もあんな感じで可愛かったんですね。お嬢ちゃん、お二人おいくつですか？3歳ですね。3歳のお子さんと、6歳、ね、7歳、ね、小学校ね、かわいいね、保育園の、ね、今ユニフォーム着てらっしゃいます。お嬢ちゃん2人ともね、はい、今似顔絵描いてもらいますからね、はい、もう今から描いちゃおうか、で描いちゃう、もう描いちゃおうか、ね、描いちゃう、あ、今もう入りました。じゃあその間にコメントをちょっと読ませていただきますね。神戸秀松さん、第36回千葉コミュニティテレビ、おめでとうございます。公開生放送なんだね、ありがとうございます。栃内ひろこさん、アシェア、いつもありがとうございます、うん。そして、前島孝さん、こんにちは、いつもありがとうございます。村井康夫さん、いや村井浩一さん、ベイアンさんの新 CM はマジかっこいいとね、ベイアンさんの CM かっこいいですね。そして坂部芳生さん、ここにいるぞということで、さっきもね、照明を、さすがプロのモデルですから、国尾さん、こういう照明がいいよということで、今日はいつもよりもちょっと明かりがいい感じですね。あー、かわいいお嬢ちゃん、こっちよかったら来てみない？ね、ね、テレビ見てる人にこんなに似てるんだよって言って、おじいちゃん恥ずかしいかな、うら恥ずかしい、お嬢ちゃんいいかな、はい、お嬢ちゃん、はい、はい、こういうお嬢ちゃん、可愛い子が描いてもらいました。あー、可愛いね、ちょっと見てごらん、ほら、あ、うまい、そっくりだよ。お名前は、谷口ルルカちゃん、ルルカちゃん、ちょっと恥ずかしいから今おかっことしてますけど、風邪薬に似てますね。あ、ルルちゃん、はい、いつかお母さん、じゃあこれ、ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、はい、ルルちゃん、じゃあそのままルルちゃんね、ルルちゃん、はい、はい、じゃあルルちゃん、はい、ルルちゃん、どうぞ、はい、こう一回こうね、どうぞ、はい、ね、ちょ、ルルちゃん、もう似てるねルルちゃんでした。じゃあお姉さんも描いちゃう、お姉さんも描いてくれる、はい、行っちゃうよ、やった、じゃあお姉ちゃんちょっと顔をね、テレビ見てる人にこんな似てるんだよって言って、うん、じゃあここに入って、よかったらここに入ってきて、髪の毛がね、こう長くてね、ここに入ってきて、すごい素敵、ここに、はいはい、ね、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お名前は、リリアちゃん、ルルちゃんにリリちゃんって、かわいいね、はい、じゃあ特別大サービス、すごいかわいい、ほら、よく似てるね、今からね、これも使って、ね、よかったね、色ね、いや、色も入ってる、プレゼントしてね、はい、うわ、すごい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 、うわー、すごい、絵も色も ね、で、ルルちゃんとリリちゃん、ルルちゃんとリリちゃん、リリちゃん、ちょっとピンクつけてあげようね、あー、かわいい、今日はカッキーの色付きが今入ってます、色付きをね、お姉ちゃんかわいいね、お姉ちゃんかわいいね、ということで今日はね、たくさんのお子さん、もう老若男女の皆さんに来ていただいてますけれども、もう速攻でカッキーの似顔絵が今描かれております。似てるね、ルルちゃんも似てるね、ね、よかったね、描いてもらってね、やった、お姉さん名前なんて言うんですか、リリちゃんね、リリちゃん、リリちゃん、今度はリリちゃん、リリちゃん、ルルちゃんとリリちゃん、ルルちゃんとリリちゃん、リリちゃんね、かわいいね、ね、じゃあミスターカッキー、リリちゃんは小学校何年生ですか？2年生、この地元ですか、はい、うん、地元のね、じゃあよく鎌取コミュニティさんっては来るのかな、お母さんと、ね、なんかサークル活動かなんかですか、あ、なんか英語を習ってて、あ、ここで英語、はい、ね、いつも、ね、利用いただいてありがとうございます、あ、リリちゃん、はい、リリちゃん、イエーイ、じゃあね、リリちゃんプレゼント、よかったね、よく似てるわ、ね、ありがとう、はい、ということで今日はどん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 速攻でですね、似顔絵が、お母さんもね、ね、お母さんも後ほど、はい、ありがとうございます、ね、そして、坂部さん、米谷さん、今日も5日ですね、つたちゃん前に拝見ありがとうございます、つたちゃんがね、今日米谷さんの番組がこの後8時からということで、引き続き、
自分テレビの方を皆さんご覧になっていただければと思います。そして、知恵吉田さん、こんにちは、ありがとうございます。和久加藤さん、加藤ちゃんありがとうございます。和ちゃんありがとうございます。カッキーグラさんがあるってことはニコッ清子さん、ベイアンちゃん、坂上明美さんもありがとうございます。会場から声援、熱い声援ありがとうございます。下町さん、下町さんですか、下町元気、世界最速似顔絵すごいですね。米谷さん、以前メディカスご出演の回を拝見しました。コメントのアイコンをご覧になってすぐに、似顔絵を描いておられた記憶があります。村井さん、カッキーはすごい優しいイケメンさん、ありがとうございます。カズさん、さすがカッキー、めちゃ似てる。似てますよね。今ね、女の子2人大喜びでありがとうございます。達也浜辺さん、すごい。和久加藤さん、素晴らしすぎ。秋元純子さん、なんと、LINE 配信中だったとはということでね、ありがとうございます。 LINE もどなたか流してくださってるんですかね。はい、ありがとうございます。ということでですね、まだまだ、似顔絵が続いておりますけれども、あ、素晴らしい、今日なんか今書いてますね。あとでね、はい、ありがとうございます。で、中学時代が、野球を始められたのか。野球を始めたのがもう中学、まあ、小学校からも、でサングラスをかけ始めたのも小学校で、はい、不良で捕まったのもそこからですね関係ないかで、ね、野球少年だったのが中学、高校。はい、そうです。もう野球、高校はもうじゃあ甲子園を目指して、はい、目指したんですけど、まあ、あのデザインの方が好きなので、はい、でやっぱり自分がヘタレだというのが分かって、はいはい、デザインをでもあの東京芸大入ってもね、はい、あの野球の方もずっとやって、はいはい、で社会人になっても野球をやったりもしてますね、はいはい、ゴルフと合わせて。あ、そうですか、はい、そうですか、そうですか。で、芸大の、東京芸大の頃は、はいはい、あのどんな学生さんだったんですか。東京芸大の時も、いたってあのおとなしい学生で、そんなことないかあのとにかくあの大学の時はやっぱりあの、もう東京にね、はい、やっぱりあの一浪して芸大受かって出てきたので、はいはい、まあもう見るものすべて輝いてるので、はいはい、あの授業半分そっちのけで、はい、やっぱ遅れて、はい、いろんな東京の、はい、まあ、刺激を受けるためにいろんなことを見て、はい、遅れて学校に行ったりとか、はいはい、で二浪三浪の人もいっぱいいたので、ね、あのもういろんな話がもう、わきあいあいとできる大学生活でしたね。皆さんね、東京芸術大学、皆さんご存知ですけれども、本当にアーティストの、ね、東京大学ですから、もう日本一の、ね、アーティストの大学ですから、そこを首席でご入学されて首席でご卒業されたというカッキーさんですから、もうねすごい才能の持ち主ですよね。うん、で学生時代は、お住まいは東京。東京です。あ、どの辺にお住まいなんですか。それはねちょっと秘密です。あ、秘密なんですか。それはあ、そうです、それは秘密で、カッキーさんにも秘密がねいろいろありますけれども、まあ、学校は上野ですもんね。そうなんですね。ああいうね、上野でね環境のいいところにあって、そこでいろいろ刺激を受けられて、学生時代ですね、過ごされたということで、学生時代ああいったところって部活とかあるんですか。ありますよ。なんかやられてました。あのもういろんなものをやってました。あ、た運動系とか。はい、そうですね。あ、ゴルフはいつから偉いですか。ゴルフは小学校もう2年生ぐらいから。あ、実はちょっとね今日ゴルフもお会いさせていただいたんですが、お上手なんですよ。もう飛びますしね。で、いいと、もうプロゴルファーを目指した時代もあるというふうに伺ってますので、まあ、相当なね、あのね、うまいですよ。うん、で、そして、東京芸術大学を、またその芸術大学の工業デザインを専攻されたっていうのはどういった。もうあのグラフィックとかデザイン、はい、あのまあ、大学入ったら最初デザインで入るんですけど、はいはい、まあ、専攻する3年生にあのコースが分かれるんですけど、はい、もう最初からやっぱり物を作って、はい、人が、まあ、はい、それを使って喜ぶものを、はい、まあ、平面的なグラフィックも当然あの興味があったんですけど、はい、まあ、物を作りたいと、はい、昔からの物をいじくったり作ったり、ね、が好きだったので、うん、まあ、そういうのがあって、うん、でこういう紙相撲みたいなね、紙相撲をね3000体ぐらい作ったって言ってましたっけ。そうなんです、ね、これはカキさんのデザイン。これもデザイン。あ、で実際にはね紙相撲の6センチぐらいのちっちゃいやつが、はい、あの徳川家康の末裔の方、はい、義行さんっていうのが、はい、国技館から力士まで全部作って、はい、そこの理事もやってたんです。あ、だから笑っていいともとか、はい、関西テレビの番組の司会もやったり、はいはい、
それで、まあ、今亡きあの解決離れ駒親方とか理事長ですね、はいはいはい、一緒に出演させてもらったりしてました、はい、でこれはあのちょっと等身大にして、はい、1メートルぐらいの土俵を地域の学生、はい、ボランティアで作ってもらって、はいはい、地域が一体になって遊べる、はい、そういう土俵を作って、そこ でみんながやり抜いて大会を本物でそういう似顔絵をみんなあの描くということで、はい、構想力とか、はいはい、まあ、あの想像力、はい、これに名前もつけるので、はい、あのいろいろとにかくあの、はい、自分でもいろんな力士を描かなきゃいけない、はいはい、そこでデッサン力も、なるほどですね、これはあれですか、いろんなバージョンがあるんですか、あのどうぞどうぞ、似顔絵のプレゼントもありますよ、え、こういう、あのシートは例えばちょっと手が角度が違うとか、はいはい、いろんなバージョンがあるんですか、すごいすごいシャープです、はいはい、僕元日立ですけど、はい、シャープあのやっぱり足 この角度とか、はい、腕の角度、はい、お腹の出具合、はい、で回しのつける位置とか、はいはい、もう全部それで、あ、これはちなみにこの第1回上相撲大会の時は何バージョンぐらい作られたんですか、これはあのベースは1バージョンですけど、一つでこれを参考に皆さん作ってねみたいな、そういう町おこしもあるんですね、であの宇部はあの僕のふるさと山口県の宇部っていうところですけど、はいはい、あのやっぱりアーティストがいっぱいいて町おこしも、はい、あの盛んなところ で、でやっぱりアーティストの人も参加してほしくて、はいはい、ですから老若男女、はい、あのいろんな方が、はい、まあ、あのこれだったらおばあちゃんも遊べるんですね、はい、おじいちゃんも、はい、でやっぱりあの世代の交流をね、はい、やっぱり深めるものに役立ちましたね、はい、あ、なるほどですね、はい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 、今度くり抜いて遊んでみてください、ね、そうですね、もう楽しいですよ、ねね、あ、もう老後はこれですでこれあの6センチぐらいのやつは3000体作ってたってことですね、もうそうです ね3000体、うん、で一つ一つ力士の名前も、うん、ちょっとあのこう、行事ちょっとやってみてください、あ、行事、はいはい、自分がね、うん、ちょっと東もう一発西桃枝だけとか言って、でそれぞれ力士を出すんですね、でもう名前も桃枝だけとか、もう一発とか、好きな名前を自分で作って、もう世の中にないものを、はい、まあ、名前と一緒にデザインしていくっていうことで、はいはいはい、まあもういろんなものをやっぱ作っていくのが大好きなんですね、まあ、すごくあの町おこしにもいいと思いますし、はいはい、どうですか、千葉でもやられていいですね、これね、で上相撲選手権大会とかね、はい、面白いかもしれない、商店街をつなぐ、ね、はい、ツールとしても、ね、はい、いいと思います、なるほどですね、ぜひお呼びください、ぜひぜひ、ね、あとあれですね、今結構あのテレビの番組とか、はい、テレビ神奈川さんとか、あとマスコミの新聞とかもね、結構、はい、ふるさと大使ですから、ちょっと PR してもいいですか、PR していただいて、はい、これはあの地方創生の、はい、まあ、宇部日報にね、各期のコーナーがあるんですよ、千葉の皆さんと、千葉日報ね、皆さん千葉ご存知ですけども、まあ、こういうぐらいの、うん、山口県の地元紙に各期のコーナーがあるね、各期がやってきたっていうね、コーナーがあります、でこれはね東京の、はい、まあ、首都圏のいろんなグルメとか、はい、イベントとか、はい、例えばもうあの銀座にどういうものができたとか、はい、情報誌として都会のものを紹介して、はいはい、それに紐づく元気な人とか、はい、あの芸能人とかも、ね、例えばこれは今回あの食の祭典とかグルメの、はいはい、あの東京であるイベントのグルメを紹介して、それに必要な、ね、照英さんグルメの人を集めた、ダカールラリーにも出た、はい、ローランドさん、霧島ローランドさん、そうですね、フードコーディネーターの中川さんとかですね、はいはい、もう著名な方がみんなカッキーさんの似顔絵でね、元気になって喜んで、こういった宇部の地元の宇部日報の、これ全面ですよこれ、それね、毎月やって、まあ、これ1年間だったんですけども、ちょっと今はやってないんですけどね、忙しすぎて、ね、美しく人と人をつなぐ世界最速コミュニケーションといって、まあ、本当にね今日もね、お嬢ちゃんもね、カキさんのファンになっちゃいましたね今日でねもう笑顔でにっこりみたいな感じで、そういう形でね、お母様も書きましょうか、お母様もね今ね、お母様も、もうそういう形で、可愛いのでね、まあ、書いてる時間が、じゃあ今日はじゃあコメントを読むあれにしましょうか、はい、ね、はい、じゃあに、あの、あれですね、あ、たくさんありがとうございます、今コメントがですね、秋元さんとか下町元気さん、坂部さんご夫妻の似顔絵も、描いてくださいってことで、あ、逆リクエストありましたので、後ほどね、はい、はい
あと秋元純子さん、なんとも今虎ノ門岡本屋閉店セールで色紙が30円、うわお、柿本さんに聞こうと思ったのにプホだわってそれ僕 の, あのプホってね、先輩特許布施徹さん、こんにちは、ありがとうございます。カッキーちゃんの似顔絵が大好きです、また書いてほしいな、ね、いありがとうございます。村井さん、すごい才能、新野さとみさん、主席でご入学ご卒業素晴らしい、ありがとうございます。木下さん、素晴らしい、国吉さんの MC も滑らかですね、ありがとうございます。桜井さん、似顔絵ありがとうございますということで、今日はね一番先に来ていただきましてね坂部さんと一緒にね、ありがとうございます。神戸さん、柿本健二さん、顔が日焼けしているけどスポーツをしているのということで、今日はちょっとねゴルフを勤しんでまいりました、ね、この近くの袖ヶ浦カンツリー、うん、新袖コースでね、AV男優みたいでしょ、いや今日はあの日霊レディースもね6月開催されて、今度ブリヂストンオープンがね、本袖コースでありますけど、そちらで今日は、ゴルフを一日楽しんでまいりました。そして、スミさん、スミさんいつもありがとうございます、この似顔絵描いてください、サングラス、ということで、スミさんからリクエスト入ってます、ありがとうございます。村井さん、今度似顔絵描いてね、紙ナプキンじゃないのにということで、村井さんからもリクエスト入ってますあの顔が認識はっきりと認識できる方はですね、リクエストがあればね、今日は何枚か描けると思いますので、はい、リクエストしてください。何度もすいません、私も宇部です。あ、達也浜辺さん、あ、これできました、あ、お母さん、お母さんもちょっとだけいいですか、顔ちら、せっかくですから顔ちら、お名前なんて言うんですか、素敵なお母さん、エミさん、エミさん、どうぞ、お母さんもちょっとここで、こんなに、わー、ありがとうございます。ちょっとね、今この似顔絵と一緒に、お母様とね、お嬢ちゃんもさっきよかったね、描いてもらってね、ねえ、お嬢ちゃん、はい、ね、これすごい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 、鈴木正幸で、はい、はい、こういうことで、ちょっとここでもうちょっとこう言っていただいて、はい、はい、こういう形でそっくりに描いていただきました、ありがとうございます、はい、握手してもらっていいよ、ママ、ねえ、ねえ、ママも似ててね、よかったね、ということで、すごい、ね、イエーイということで、今日は皆さんね、来ていただいている方がニコ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 していただいて、どうぞどうぞ、楽しんでいってください、コメントもたくさんいただいてありがとうございます。達也浜辺さんも上ですね、はい、ありがとうございます。川上さん、各機電車で移動中ですが見てるよ、ありがとうございます。嬉しい。達也さん、声もいいですね、村井さん、各機は歌もうまいですよね、ちょっと歌っちゃってください。林さん、ありがとうございます。神戸さん、各機かっけーよ。水越さん、各機出演おめでとうございます。美人妻裏山ってことで、タイちゃんのことですね、美人妻裏山本当に、達也さん素敵ですね、お坂部さんありがとうございます、とても似てますねってことで、ありがとうございます。はい、じゃあもう歌を歌いながら、歌いながら、はい、じゃあ鈴木正幸、あ、いいですね、あ、鈴木正幸、今日つけひげがないんで、あ、ちょっと失敗してます、ね、はい、こう始まるんですよ、はい、いきます、ね、思いを今ってどうやって うまそうですか、いやいやいや思いをですね、今届けたいこのままずっと入れないじゃないですか思いを今届けたいこの先ずっとあなただけを今でもここで見ているはい、そんな感じで描いていきます、はい、あ、イエーイ、近づいた顔、イエーイ、よくサングラスかけてかけますよね、ベアンさん、これ今会場に来てるベアンさんの似顔絵を描いております。日本を代表するモデルのベアンさん、ね、ベアンさんはね、朝日スーパードライとかね、かっこいいですね、最近もまた素敵な、そんな感じで歌いながらね、うん、描いちゃいますけど、イエーイ、はい、ベンヤさんもできましたのでそのままプレゼンします。じゃあベンヤさんもここに来て、イエーイ、ベンヤさん本当はねもっとかっこいいんだけど、今日はこんな感じで、こんな感じで、それでも手ギュッと筋肉をもうベンヤさんすごい、イエーイ今ねちょっと公表されますので、ベンヤさんみたいな感じになっちゃった、ね、はい、あ、ベンヤさんね肉体もすごいですからね、ベンヤさん今日はまたおしゃれな紫のメガネされてます ね、赤のね、黒、赤の黒、黒赤の、黒赤、ね、あ、ああ、もうかっこいいですよね、うん、憧れのベアンさん、こっちこんな感じで、あ、ね、よく似てる、うん、イエーイ、で、ほっぺにくるりんぱ、くるりんぱ、あなただけを今でもここで
描いて、はい、できました。じゃあこんな感じであとサイン入れますからね。ありがとうございます。どん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 40秒であれしてますけれども、どうぞ。楽しいでしょう、ね、楽しいですね。もう今日はこういう感じのライブ似顔絵で行ってますけれども、イエーイということでですね。あ、もうすぐで78,200人になっちゃう。あ、なるほどですね。じゃあこれベアンさん、はい、どうもプレゼント、あ、ありがとう、ね、ありがとうございます。自分でつけてくださいね。ねえ、カッキーさんのデザインについてちょっと聞いていっていいですかね、伺っていきましょうか。はい、デザインとは今日なんかデザインということで、まあ、その辺から、うん、はい、デザインというのは、ね、ギリシャ語かな、はい、でサインって、デが完全な、はいはい、でサインは記号、はいはい、だからあのトイレのマークのようにね、こっちかな、うん、はい、もうちょっと、もうちょっとこっち、はいはい、こんなに寄ってもいいの、はい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 、あのデザインはもう分からなきゃいけない、あっという間にその人が見てすぐ、はい、で僕のデザインのモットーも、はい、完全なる形、トイレと同じように、はい、あのマークと同じようにね、どんなデザインを使ってもそれが分かりやすかったり、はい、やっぱりその人にとって、うん、もうすごくあの判断しづらいもんじゃいけないので、もうそういう完全なる形になるべく近づける、はい、まあ、システムもそうですけど、はいはい、まあ、パッと見てすぐに判断ができる、まあ、おトイレだったらこれだよみたいなね。そうですね、はいはい、だからまあとにかくあのデザインはもうそれであのいろんなものがね、うん、あのそれぞれ目的によって同じようですけど違うんですよ、はい、例えば飲むっていう、はい、例えば今日デカビタチャージ、ね、僕飲みましたけど、はい、今コーヒーもあります。コーヒーもね、うん、でこれは同じ飲むというのでも、はい、これは栄養補給、はい、あの疲れを癒すためにデザインするデカビタ、デカビタ、うん、でお酒はロマンを売らなきゃいけない、うん、売らなきゃいけない。例えば薬は信頼を飲む、はい、信頼を飲む。でお茶は抹茶は作法をまあ飲むっていうか、それぞれ目的が違うわけです。だから薬にもうあのもうすごいあのキラキラのドンペリみたいなねとか、あのまあサントリーの核みたいなデザインしてるでかいボトルで出てきてもね、誰も信用しませんよね。だからそれぞれ適材適所に、まあ僕はラベルデザインって言ってるんですけど、いろんなお客さんの案件でも確実に目的を聞いてデザインしないとできたものがアウトプットが違うんですね。なるほどね、やっぱ顧客満足するためには何のためにそのデザインするかと、ね、だから似顔絵もそうなんです、うん、あの絵は一つのやっぱデザインで、はいはい、会った人必ずどういう人かっていうのを僕なりに解釈して愛を込めて描くんです、はいはい、ですから多分それが40秒の中に伝わるように書いてるので、はいはい、それは僕の特許じゃないかと思ってるんですね。なるほどね、うん、でもあのデザインと同じでいろんな人を見て瞬時にやっぱりあの描いたり、はい、この人にはこういうことがいいんじゃないかなって、はい、これはねある程度年を取って今言えることですけど、やっぱりいろんなことの失敗とか、まあ、あった人の、はい、まあ、あの経験とかを聞いて自分なりにこう価値ができたっていう、まあ、たまにあの違う人もいたりするんですけど、それもそれでコミュニケーションが面白いんですね。でデザインはやっぱりあのできたらあの最後まで面倒見なきゃいけないんですよ。あ、はいはいはい、あのコンセプトっていう言葉ありますよね、はいはい、あれアメリカの僕は昔かな辞書で調べたら妊娠させる子供を産むっていう言葉までコンセプトあるんです、うん、あ、そうなんですか。だからデザインを作ったら、はい、子供と同じようにコンセプト作ってものをプロデュースしたら、はいはい、最後まで大きくなるまで見届けなきゃいけないのが、はい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 、デザインの一つの使命かなと思ってます。かっこいいこと言いますね僕。なるほどね、はいはいはいあ、すごいね。あ、でもあの羽田空港の一つ自慢をさせてもらってもいいですか、うん、はい、発見機もあの全日空のもね、はい、アナ日立製作所にいた時に、はい、まあ、それもあのコンペがあってグランプリ取ったんですよ、だからそれも本当にあの一目でさっき言ったあのデザインじゃないですか、分かりやすいもの、はいはい、あの昔はピンクとブルーの発見機があって、はい、今一つで統一なんですけど、はい、まあ、切符を購入した方、これから買う方、はい、それを分けてたんです、はい、あの混乱しないように、はい、ちょっと長くなりましたけど、はい、どうぞどうぞ。でそれを僕の場合はあの明かりでね、うん、まあ、あの発見機の前に明かりをつけて、うん、ピンクならピンクのものを集めて、うん、壁に明かりをつけると遠くから歩いてきても、うん、今日はピンクのとこ行けばいい、うん、で空港に行く前からお母さんがブルーの
今日あなたはブルーの方行って、うん、切符を買うのよと、はい、もう行く前から安心が伝わるんですよね。なんか通り説だかなんか書いてあってもね、分かんない時分かんないですからね。だからその機械だけデザインしちゃダメで、うんね、うん、その人の、うん、まあ、全てあの始まるとこからね、うん、デザインを見てあげなきゃいけないっていう、うん、ね、だから面白いんですよ ね、だから常にウォッチしてますけど ね、そういう、うん、いろんなそういう商品の価値を高めていったり、うん、いろんな、まあ、公共施設とかね、うん、そういったところで人を、こうスムーズに誘導したり ね、いろんな、いろ、うん、そういった大切なお仕事なんですね。国吉さん、はい、面白いのがあるんですよ、はいはい、これなんだかわかります？それはトランプ、これあの大統領、あ、それはトランプ、うん、あ、トランプ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 、はい、トランプ、トランプ、はい。でこのトランプもね、はい、もう僕があの会社員の時デザインしまして、あ、これね、はい、裏側、はい、全部絵にしてるんです、はいはいはい、で13枚あって4パターンあるじゃないですか、はい、ですからこれね全部デザインしてコンセプトとお客さんに1枚ずつ、はい、まあ、こういう形で絵を、はい、見えますかね、はい、絵を描いたもの、はい、これカッキーさんがデザインしたトランプ、そうです、日立 の、 なんかはあの反則商品みたいな ね、うん、これはねミリ波レーダーって言ってちょっと難しい、はい、車のシステムをデザインした時に描いた絵なんですけど、はいはいはい、これも、はい、とにかくあの遊びながら技術を覚えたり、はい、コミュニケーションできたり、はいはい、これ営業が実際に何箇所も回れるんです。で、うちのコンセプトと、なるほどなるほど、システムと、これはいわゆる会社のパンフレットみたいなもんですね。そうです、会社案内をトランプで作ったという、カッキーさんのすごい画期的なアイデア、だから例えば会社でもいろんな方が似顔絵を描いて、自分の得意技とかいっぱい描いて持っていけば、はいはい、これうちの秘密兵器ですとかですね、はい、何でも応用できちゃう。ですからイラストとか絵っていうのは、はい、あの何にでも応用できたり、ね、ちょっとしたあの、うん、1ビットでいいんですね、ちょびっとで、はいはい、あのひらめけば、うん、どんどんあの人とつながったり、うん、会社や人が活性化する材料にもなります、うんうんうん、ねえ、はい、ねえ、デザインもそうですし、こうやって似顔絵もね、どこに行っても皆さん瞬時に笑顔になってしまうというね、本当にカッキーさんみたいなね特技皆さん持ちたいですけどね、こればっかりはもう限られたね、本当にカッキーさんみたいな方しか描けないですからね。いや、もうそんなこと、皆さんもね練習したら。そうですか。で僕もあの銀座とかいろんなところで似顔絵レッスンやってるんですよね、はい、それでみんなに40秒で描いてもらって、うん、はい、まあ、女優の藤田美穂子さんとか、はい、もう常連で来ていただいたり、はい、もうみんなあの描くのが、はい、あっという間に描くと、やっぱり脳が脳トレに多分なるんじゃないかなと思うんですけどね。またコメントをじゃあちょっとね、はい、読んでいきますね、はい、神戸さん、柿本健二さん、ゴルフやるんだセレブって書いてますね、穂坂さん、カッキーさんの似顔絵は愛にあふれて元気にしてくれますねってことで、愛にあふれて、どうぞどうぞ、あの今似顔絵も描いてますのでお座りになって、40秒で描いちゃいますから、どうぞお座りになってってください。はい、あとですね、西村さん、こんばんは、ありがとうございます、知恵吉田さん、鈴木正幸大ファン似てるよ、ありがとうございます、ゴッドママ、ね、吉田さん、カッキー甘ーいっていうことで、甘いですね、カズさんありがとう、あげちゃん拝見してます、達也さん、坂部さんありがとうございます、かっちょいいってきてます、西村さん、カッキー頑張ってください、はい、頑張ります、秋元純子さん、あれあれ鈴木正幸のひげつけないとって笑っていらっしゃいます、お坂部さん、良い雰囲気でかけてますね、ありがとうございます、あげちゃんいいですね、ありがとうございます、としなりさん、カッキーさん歌上手ですね、似てます、ありがとうございます、あ、飯田久美子さんありがとう、見てます、ありがとうございます、西村さん、カッキーありがとうございます、はい、村井さん、そうですね、世界中どこへ行っても、大概トイレのマークは理解できますよね、西村さん、カッキーさん見てますよ、村井さん、似顔絵一枚にも哲学があるんですね、ありがとうございます、飯田久美子さん、カッキー千葉へようこそということで、はい、あ、飯田さんご存知ですか、はい、はい、ありがとうございます、はい、ね、素敵なシンガーですね、歌を歌われる、飯田久美子さん、国吉さん千葉のナイスミドル、ありがとうございます、あけちゃん、あけちゃんさん、カッキーさんかっこいい、神戸さん、国吉幸喜さん帽子似合うね、ありがとうございます、村井さん、実は私の妹が日立でして、カッキーと、中堅で一緒したことがあるそうな、当時から雲の上の存在の人だったから話したことがないと言っています、
っていうことです。あら、そんなことないですよ、はい。角田さん、お疲れ様です、かっこいいですね、ありがとうございますということで、どん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 皆さんですね、この楽しい雰囲気をですね、シェアと、していただいて、コメントもしていただけたらありがたいです。ああ、もうそこで、ありがとうございます。どうぞ、よかったらどうですか、今ご本人もちょっとね、はい、映っていただいて、こんなに似てますよってことで、どうぞ、ちなみ大丈夫ですか、ちなみだけ、はい、はい、じゃあちなみじゃあご視聴者の皆さんに、沖縄じゃないですね、それはちなみです、ちなみで、素敵素敵、ねえ、こんな感じでできました、うん、はい、もうすぐね8万人になるんです。ああ、すごいすごいすごい。下のお名前になってるんですか、ね、太鼓さん、はい、うちのお嫁さんと、お嫁さんと一緒ですね、太鼓さん。なんか早く帰ってこいって言われてるじゃあちょっと太鼓さん、ここで出来上がったらここでですね、はい、あ、太鼓さん、はい、太鼓さんの素敵な似顔絵が出来、はい、じゃあここで似顔絵と一緒にですね、ああ、似てますね、おお、本当そっくりそっくりそっくり、ありがとうございます、ありがとうございます、もう少しで、ね、ありがとうございます、ということでね、ここいいとこですね、皆さんこうやって触れ合い、集い触れ合うコミュニティセンターということでね、あ、じゃあちょっとコミュニティセンターの話題に振ってよろしいでしょうかね。コミュニティセンターがですね、実は、東京五輪温度2020ってご存知ですか。あ、知ってます、知ってます。それがですね、2年後の東京オリンピックパラリンピックで、皆さんで、千葉は実はオリパラの、ね、開催都市ですし、サーフィンなんかもね、千葉のね、米安のご夫妻もね、サーフィンやられてますけれども、オリンピックこれから準備大丈夫ですか。多分米安さん出られますよね、出るね、ね、2人でね、男女で出ますけれども、どうするみたいな、ね、千葉の一宮のね、何海岸でしたっけ、ね、千葉の一宮の海岸でオリンピックがパラリンピックが開催されますけれども、その世界から来る皆さんを、東京オリンピック2020踊り方講習会でマスターしようということでですね、私も一通りはすごいね、はい、そうですか、これはですね、加山雄三さん、石川さゆりさん、それからピストン竹原さんがですね、まあ、皆さん YouTube で ご覧になってダウンロードしていただければと思うんですが、すごいバージョンであります。その中でゆるゆるバージョンというのも作りまして、誰でもが1回でこう踊れるようなもので、今年の夏の盆踊りからですね、日本国中で踊られているんですが、ぜひですね、ぜひぜひぜひ、鈴木雅之も応援してますありがとうございます、はい、そのこのですね、東京五輪温度2020をぜひ、覚えていただきたいということで、なんとですね、コミュニティセンター、私どものコミュニティセンターでドンと企画しております。なんと、9月の30日日曜日が花見学幕張コミュニティセンターで13時半から、うん、そして、10月12日金曜日10時が稲毛区穴川コミュニティセンターということで、2020踊り方講習会をですね、開催しています。どうぞこの踊りをですね、マスターして世界から来る皆さんをですね、踊りでおもてなしようという企画ですので、ぜひぜひ皆さん、覚えていただければななんて思います。今ね、カッキーがこうね、ヒゲが忘れたところですけど、ちょっとヒゲをつけまして、鈴木さん、鈴木雅之さん、はい、じゃあもう1曲お願いできますか。あ、いいですよ、はい、じゃあどなた書きましょうか。はい、1曲、1枚と1曲、まあ歌いながら、違う違う、そうじゃない、君を描きたい、今描くよ、おおいえ、じゃあ飽きちゃね、じゃあ開けちゃう、かわいすぎる、あきちゃんに一目惚れ、振り向いたその姿もいつも素敵で憧れる、もうできた似顔絵、今日はあきちゃんにあげるよ、イエーイ、タタ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 、違う違う、似顔絵、似顔絵じゃない、これは最高のアーティストの大会です、はい、いや最後はもうどん詰まり失敗しちゃいましたねでもカッキーあれですね、替え歌も速攻でいつもうまいですよね、ご存知ですよね、替え、ね、歌はね、頭いいんですね、さすが東京芸大首席で、これ可愛いでしょ、あけみさん、あけみちゃん、あけみさん、じゃあ帰っちゃいますね、はい、もういつもね、可愛くて大好きですここ歌わせてもらって本当に嬉しい、ねえ、今日はね、今日6歳若返らせてください、6歳若返じゃあ明美さんもどうぞ、はい、ここで
視聴者の皆さんにこんなに似てるんだよっていうところをまたご覧になっていただいて、イエーイ、あけみさん、すぐお見せします。はい、仕上げの、ね、はい、さあ、ね、どーん、イエーイ、もうちょいあけみさん、こっちこっちなんて、耳もね、ちょっと出てたりするね、かわいいかわいい、ね、あけみさんも ね、 ここサーフィン頑張ってください、うん、赤い、ああ、イヤリングね、イヤリングも、イエーイ、ね、皆さんよく似てらっしゃるね、ありがとうございます。ということで、今日もね、皆さんど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 ん変えていきますが、どうぞどうぞ、ロビーにいらっしゃる方も、似顔絵、お書きしますので、どうぞどうぞ、40秒で書きますので、どうぞお席に座ってね、書いていただいても大丈夫ですよ。じゃあ行きます。はい、で、またコメントが入ってきてますね。うわー、たくさんありがとうございます。うわー、たくさんたくさん、ありがとうございます。角田さん、ありがとう、お疲れ様です、かっこいいですね、ありがとうございます。お坂上さん、そっくりうまいですよね、ということで入ってます。永田由美子さん、素敵すぎです、ありがとうございます。茂雄由布さん、由布先生ありがとう、こんばんは社長、ありがとうございます。ということで、今カッキーさんが書いてる間にですね、コミュニティセンターの話題をもう一つドンといきましょう。実はですね、私どもで管理運営させていただいている幕張コミュニティセンターというのがあるんですが、そこはですね、全国の、東京大学の進学率が屈指のトップレベルということで、コミュニティセンターにはですね、いつも渋幕のですね、生徒さんがいつも卓球したりですね、いろんな調理教室で英語料理教室なんかやられてるんですけども、そんなご縁でですね、今回、私が東大に入ったわけという、こんな企画をしてみました。私が東大に入ったわけということで、幕張コミュニティセンターに集うですね、渋谷幕張の生徒さんはですね、通学路なんですね、コミュニティセンターがね。そこでいつもロビーとかでこう勉強したり、卓球やったりしてくださってるんですけども、まあ、そういった方がですね、まあ、普通は東京大学とか言うとなかなか難しくて入れないわと思うんでしょうけども、いや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 、普通の人でもなんかスイッチが入ったら東京大学誰でも入れるよっていうことの、ことをですね、やっていくということで、セミナー今企画してます。で、それが10月の13日の、土曜日、13時15分から16時45分まで、そして、それに伴ってですね、千葉コミュニティテレビは第38回をですね、10月10日の水曜日、18時から19時、幕張コミュニティセンターで、その渋谷幕張中学高校の、創始者のご子息であられる、田村副校長を招きして、東京大学、進学を屈指を誇る、全国屈指を誇る、渋幕が目指すグローバル教育についてということをテーマにですね、ご講話いただきます。ということで、今、カキさんの似顔絵もできたそうですから。はい、できました。こんな感じ。どうぞ。どうですか？はい。可愛いですね。ね、これじゃあ切って差し上げるみたいな。今日は鈴木正幸が書いたので、プレゼントで、はい。お名前を下の名前を頂戴してもいいですか？はい、どうぞ。よかったら、京子さん。京子さん。はい、京子さん、よかったらここに、ご視聴者に。一瞬だけ。チラ見をしていただけると。原画なので、原画プレゼント。はい、原画プレゼント。じゃあ2020年向けて、はい、レッツゴーと。レッツゴーですね。これでもう、はい、元気になりますよ。はい。じゃあ、こちらに。はい、どうぞ。で、1枚きっとプレゼントしますから、ね、ありがとうございます。ああ、そうですか、そうですか。じゃあ微妙に変えていかなきゃ、微妙に変えていかなきゃ。ちょっとこちら、はいはい、あのね、微妙に違う、ちょ、もうちょっとこっち入っていただいて、じゃあお姉さんも書きましょうか。もうちょい、もうちょい、もうちょいこっちですね。はい、もうちょい、京子さん、もうちょいこっちですね。もうちょいこっちですね。お姉さん20秒で書きます。はい、はい、似てらっしゃいますね。今、太子のお姉さんが今度はね、いや、また綺麗なお姉さん、綺麗なご姉妹が、そしたらこの顔が変わる。ええ、もう髪型も違いますしね、雰囲気が違ってきますよね。ああ、うん、お二人とも、ね、美人の、双子の姉妹が今日は、蒲取コミュニティさんでセンターの、おお、はい、できましたよ。あ、はい、似てる。ちなみにお姉さんもチラ見でこちらにちょっとお二人こう、お姉さんはもうこんな感じで、お姉さんどうぞ、お姉さんお姉さんもちょっと色をつけますけどね。ちょっとこちらの、もうちょいこっちお二人、もうちょっと言ってみてください。もうちょっと言ってみてください。はい、双子の素敵なご姉妹ですね。もうちょいこっちですかね。もうちょいこっち、もうちょい、もうあと3歩4歩でね。はい。お姉さんももうちょい、ああそうほらね、美人のご姉妹が今日カッキーの似顔絵で釜取りでお二人とも描いていただきまして、カッキーありがとう。ありがとうございます。今から見るとすごく姉の顔になってます。
あーさすが、ね、今日は双子のご姉妹がね来ていらっしゃいますけど、もうリリーズのように美しい、しい、ね、下の名前なんて言うんですか。レイコです。レイコさん、まあ、レイコって綺麗な方が多いんですよ ね、うん、僕を学生時代にね、うん、もうケチョンケチョンに捨てていった女の子も、ね、レイコさんでした。綺麗すぎますね、美しい。もう嫌な思い出が見られました。レイコさんありがとうございます。はい、じゃあこれレイコさんプレゼント。さすが、いいですか。この顔並べてみたい。並べてね、ちょっと並べて、もうちょっとお姉さん、もうちょっとこっち見て、はい、こんな感じで素敵に描いて、あ、いや双子の姉妹、ありがとうございます。どうもご協力ありがとうございました。どうもありがとうございます。ということで今日はね、楽しい時間がどん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 、ありがとうございます。すごい素敵ですね。素敵なご姉妹が鎌取り、いつもあれですか、鎌取りご利用になって、サークルはどんなサークルされてるんですか。ロシア式呼吸法っていう。ロシア式呼吸法、それは今度また、まあ、別のコミュニティセンターでもちょっとご紹介させてくださいよ。ね、ありがとうございます。皆さん、どんな、ちなみにロシア式呼吸法ってどんななんですか。システマなんです。はい、システマって言って、あの転がったりとか。ああ、コザックダンスとは違うんですね。あ、呼吸法ね。呼吸法。あ、そうです。皆さんロシア式呼吸法を今日覚えてくださいね。ありがとうございます。ということで、鎌取コミュニティセンターに来るとロシア式呼吸法の、サークルさんが活躍していろいろ学べるということですね。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございました。ということで、鎌取コミュニティセンターには、なんかね、こう特殊なサークルも活躍されるということは今日初めて知ったということもありますし、ねえ。カキさんすごいね。やっぱり似顔絵の威力は。そうでしょ、ね、あっという間にあの人が ね笑顔になって、ね、やっぱりこうもうね、僕もとにかくあの豊かな気持ちになるし、いいことだと思います。あとは母とか父、感謝。先ほど、うん、はい、どうでしょう、何枚か視聴者の方もここで書いていただけますか、ね、さっき村井さんがね書いてほしいして、あともう一人どなたでしたっけ、はい、あの書いてくださいって。写真があればそれ見ながら書いちゃいます。すいません、もう一度書いていただきたい方は先着 5名ぐらいかな、私が的に、ね、5名ぐらいではここでライブで書きますので、もう一度、コメント入れてください、カッキーさんにこの場で書いていただきたい方、もう一度コメントください。村井さんか言ってたけどね、村井さんは写真あるかな。村井さん、うん、あ、調べないとないな、うん、うん、これ Facebook ライブのコメントだと写真がねアップできないんだよね。だからそうですね、あ、今レイアンがちょっと村井ちゃんできました。とりあえず村井ちゃん、これを送っときます。一応あの髪の毛3本ぐらいで村井ちゃんお遊びでこんな感じもいいかな、はいはい、ごめんね。まあいろんな絵が描けるということ で、はい、すみません、はい、はい。まあ、どなたでも、ね、どなたでも、はい、お写真がね、とりあえず、コメントを読んじゃいましょうかね、コメントね、はいはい、あ、村井ちゃん来た。村井ちゃん、米案が今出してくれましたんで、村井ちゃん書きますよ。村井さんかっこいいですね。村井さんかっこいいよね。清子さん、明美さんそっくりということで、実はね、清子さんなんか前お約束したってことで、清子さんも今日ね、預かってるんですよ、カッキーから。はい、これ清子さん、どうでしょう。清子さん、ね、似てるかな、清子さん。ね、キヨちゃん。キヨちゃん、ありがとう。はい、できました。そして、ユフさん、こんばんは社長、似顔絵描いていただきたかったんだたんでしたかってことで、ユフさんね、ユフさんか、ユフさん、でも写真がないと描けないんだよね。村井さん、そういやピカソがレストランでお客様に紙ナプキンに絵を描いてと頼まれたら、5億になりますと言ったそうな、たとえどんな紙に描こうとそれは芸術だしということだという逸話がありましたね。カッキーも同じだね。しげるゆふさん、鎌取遠くてまた賛成いたします、頑張ってください、ありがとうございます。大川さん、こんばんは、かわいいあけみさんの似顔絵素敵でした、ありがとう、似顔絵今度お願いしますということで、黒田光雄さん、黒田さんですね。黒田さんね。はい。ね、津谷弘子さん、こんばんは、拝見してます、ありがとうございます。秀夫山梨さん、柿本さん、国枝さん、こんばんは、ありがとうございます。村井さん、よろしくお願いします。今村井ちゃん書いてますよ。村井ちゃん書きましたよ。もう村井ちゃんできてるよ。ああ、村井さんできてます。はい、ありがとうございます。村井ちゃんできました。どうです、村井さん。はい。こんな感じ。村井さんできました。ありがとうございます。やっぱりイケメンですね。はい、あと宇部のよしみでお願いしますということで、達也浜部さん来てます。はいはい。はい、達也浜部さんは
写真いや分からない、すぐ描きたいけど、あそうですか、スミさん、分かりました、スミさんね、はい、うん、私も描いてほしい、キヨさん描きましたね、はい、あ、秀夫山内さん、今コメントが入っているのが秀夫山内さんですね、うん、秀夫山内さん、それから、うん、達也浜辺さん、これを下に入れたら映んないかもよ、カッキー。つかないな、うん、はい、はい、あ、そうですね、うん、はい、わ、はい、かりました、はい、だから、いやでもこれは元気な番組ですよ ね、はい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 、ピカソもね、うん、自分の今までの経験したこととか、はい、いろんな価値を5秒で書くから、はい、自分の価値、はい、たった5秒でも、はい、今までの人生のすべて、ね、その自分の価値を書くから5億って言ってたんですね、はいはい、あ、すごいですよね。今僕はもう500円ぐらいのレベルですけど、うん、みたいな。はい、今スミさんね、スミさんちょっと見てみようかな。スミさん。はい、ね、あ、そこそこちょっと待ってください。スミさん。まあどなたでも。はい。とにかく、ね。ベアスミさんはわかる。ああ、スミさんね。何でも。金沢のスミさん。著作権もプレゼントしますので、ね、何でも使ってください、うん。今日はもうプレゼント。スミさん、ね。はい、うん。金沢のスミさんね。あとね、似顔絵をね、犯行にできたりとか、うん、もういろんなことも、うん、展開したりしてますから。うん、ぜひ似顔絵を描いた方はそういうものもご連絡していただければ、ね、うん、あとは達也浜辺さんと秀夫山根さん、秀夫山根さんは分かるかなこれ、ちょっとちっちゃすぎる、ちょっとちっちゃ、ちっちゃすぎる、すみませんね、うん、ちょっとサングラスでよろしくって言ったらね、ね、はい、みんな描いてあげたいですよね。これまだ時間は大丈夫なんですか。時間大丈夫ですよ、時間、まあ7時で1回終了しますけど、はい、はい、あでも僕焼けてますね、はい、焼けてる焼けてる、ね、よく焼けてる、どうです、ベアン、スミさん出ました、あ、スミさん入りました、じゃあこれちょっと借りていいですか、スミさん、メガネのサングラスね、スミさん、はいはい、いや、はいはい、貫禄ある、スミさんね、これで描きますよ、活気が今、はい、はい、うん、もうこれはかっこいい、うん、スミさん、あれ、うん、サングラスがめちゃくちゃ似合う、似合いますね、かっこいいし、お茶目です、うん、スミさんね、なんか可愛いワンちゃん飼ってらっしゃるね、いつもフェイスブックでね、画体がね、スミさん、うん、結構いい方で、はい、はい、スミさんできましたけど、ヨークシャテリアね、はい、ヨークシャテリア、うん、ああ、そうなんですか、うん、スミさんちょっとこう髪の毛もこんな感じにして、うん、ちょっと可愛くしちゃったけど、ね、はい、じゃあ、はい、スミさんの顔ね、うん、ちょっとね、両方1センチ、2センチずつかな、うんうん、ちょっと細く、うん、ちょっと細くして、ちょっと細くしましたね、はい、多分5年前を再現しました、はい、はいはい、ということで、はい、はい、こんな感じで、はい、こんな感じでいきました、はい、スミさん、はい、はい、スミさん、またね、よろしくお願いします、お願いします、仕上げとくね、はい、名前入れて、はい、じゃあすいません、じゃあと山梨さんを、ベアありがとう、すいません、ベアさんすごいですね、ベアさんのリレーがね、すごいからね、今ね、コメントもじゃあ読みますね、カッキーありがとうございます、加宝にします、はい、あ、いやいや、ね、斉藤セシリアさん、あ、これね、じゃこれもまた、はい、はい、ありがとうございます、セロテープで飾れるといいですね、そうですね、よし、はい、あとでね、写真撮って送りますんでね、はい、はい、あ、山内さん来ました、山内さん、はい、山内さん、山内さんね、山内さんご無沙汰してます、山内さん、山内さん大好きです、はい、山内さんね、はい、今ウェイヤンが情報いただいてますから、はい、山内さん帽子が似合う、はい、もうかっこいいですね、あと達也浜辺さんもウェイヤンちょっと検索できますかね、達也浜辺さん、達也浜辺さん、はい、達也じゃあ、ちょっと待って、はい、おひげがすごくかっこいい、はい、紳士ですね、はい、ちょっと待ってね、はい、すごいですね、もう今日は似顔絵生放送になりましたね、こんなに書かせていただいても光栄です、すごい、1万件いくじゃないですか、あ、似てる似てる似てる、こんな感じにしてきました、はいはいはい、時間にちょっとね、はい、制限があるでしょうか、はい、クルリンパ、クルリンパ、はい、山根さん、はい、こんな感じです、はい、はい、仕上げておきます、はい、こんな感じ、はい、似てますね、はいはい、ありがとうございますあと達也浜辺さんですね、達也浜辺さん、達也浜辺さん、山口県のね、はい、山口県ね、僕のふるさと、大事な、はい、浜ちゃん、あ、なるほど、あ、すみさんはすみません間違えました、金沢息子のところで住まいは名古屋ということで、すみさん名古屋ですね、ありがとうございます、名古屋、工藤さんごめんなさい遅くなりました、いいですよ、いつも工藤さんありがとう、まあコメントシェア皆さん今からでもどん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 していただいて、楽しい時間をですね共有していただければと思います、
工藤さん、カッキーさん、国吉さん、カッキーさん、こんばんは、ありがとうございます。浦井さん、山内さん、超素晴らしい。山内さん、あははということで、はい、じゃあ達也浜辺さんを書いてですね、ラストにさせていただきますけれども、はい、はい、じゃあ思いっきり、うん、世界最速の、はい、はい、じゃあこの時間を使ってですね、コミュニティセンターの次回以降のですね、コミュニティ千葉コミ TV の、ご案内ということでさせていただきます。はい、次回以降はですね、9月26日が第37回畑コミュニティセンターからゲスト菅谷明子さん、豆腐屋引き売りをしているですね、あこのありが豆腐といって、キラキラ女性講演会のグランプリを取った著書、私は自分の仕事が大好きということで、あこちゃん、菅谷あこちゃんをお招きします。そして、10月10日その第38回は10月10日で、渋谷幕張中学高校の、副校長の田村先生をお招きして幕張コミュニティセンター、そして、10月25日第39回は幕張コミュニティセンターから井田聖子さんですね、お招きする予定です。どうぞ今後もですね、千葉コミュニティ B、千葉コミュニティテレビをお楽しみにお待ちしていただきたいと思います。はい、またメイン画面に戻ります。あ、はい、と言ってる間に浜辺さん、浜辺さんもできちゃいました。浜辺さんできました。もうちょっと上ですね、はい、こっちですか。はい、ありがとうございます。似てるね。はい、ベン、ありがとう。今綺麗なお客さんも、お客さんお二人ね、じゃあ帰っちゃいますか、ね、大丈夫ですか、ね、大丈夫ですよ。じゃあ今、じゃあ行きます。あれですけど、じゃあちょうどあれですね、番組としては一回締めましょうかね。はい、っていうか、まあ、生で行っちゃいましょう、そのまま。今ね、はい、コミュニティセンター3名いらっしゃいますね。あとどうぞどうぞ。ねえ、素晴らしいですね。笑顔がね、素敵な女性が、はい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 、もう、はい、もうできてますよ。ほら、おお、あ、そっくりそっくり。どうぞ、ね、お名前は、もしよかったらちょっとチラ見で、あの、よかったら視聴者の方にこんなに似てる美人で、どうぞどうぞ、よかったら見てください、はい、どうぞどうぞ。ほんの一瞬だけ、ほんの一瞬だけで握手していただければ、はい、どうぞ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 、はい、こちらにプレゼントしますから、どうぞどうぞ、はい、はい、チラッとチラッと、はい、チラ見だけ、チラッとチラッとチラッとチラ見で、はい、はい、こんな感じ、こんな感じですよ、はい、チラッとどうぞ、ちょっといいでしょ、チラッと。下の名前なんて言うんですか、あやみさん、あやみさん、あやみさん、はい、ね、コミュニティセンターですからね、まあ、通りすがりで来られた方もどん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 こっちに顔でね、ミスターコッキーと申します、はいはい、どうも、どうぞ、もうちょいね、もうちょいこっち寄っていただいて、チラッとチラッとだけ、はい、どうぞ、あ、チラッとですね、はい、はい、ここでチラッと、チラッと、はい、これ、はい、ありがとうございますということで、よく似てらっしゃる、はい、ありがとうございます、はい、どうも、はい、ありがとうございます、はい、はい、どん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 ね、コミュニティセンターのご利用されている方が、あ、どうですか、男性の方、いいでしょ、うん、もうあと1、2枚、あと1、2枚、じゃあ、あと2枚でね、終了します、はい。なんかかっこいいですね、おにぎりみたいな、ね、頭でなんかキャラクターが優しくて素敵な、はい、はい、ということで、もう似顔絵、生似顔絵、コーナーになっておりますけれども、達也浜辺さん、鷲見さん、カッキーさん、ありがとうございます。達也浜辺さん、坂部さん、いつもありがとうございます。岩城もこちゃん、ありがとう。国吉さん、こんばんは。カッキーさん、久しぶりです。もこです。会場へ行けなくて残念です。ありがとう。浜辺さん、キャー、超嬉しいです。ありがとう。浜辺さん、柿本さん、超ありがとうございます。村井さん、しかし千葉は美人ばっかりだな、引っ越そうということで、本当に美人ばっかり、達也浜辺さん似てるということでありがとうございます。大川恵里子さん、国吉さん、柿本さん、坂部さん、ありがとうございますということで、はい、番組の方もですね、エンディングの方に入ってまいります。はい、できました。はい、ありがとうございます。こっち来られますか。はい、こんな感じ、はい、はい、似てますね、じゃあ男性の方もですね、お名前は松田さん、松田もチラッとこう、あ、おにぎりくんじゃないんですね。チラッと出てくる。なんて言うんですか。どうぞ、学生さんもどうですか。あの似顔絵お書きしますよ。どうですか、学生さん。学生さん。コミュニティセンターだからね、通りすがりの方もたくさんいらっしゃいますけど、こうやってね、似顔絵を描いて差し上げてます。はい、ありがとうございます。はい、プレゼントです。ありがとうございます。ちょっとチラッとこう入って。1センチずつ痩せさせて。もうちょい、もうちょいこっち入ってみてください。はい、はい、こんな似てますよ。もうちょい、もうちょい、もうちょい。もうちょい、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 もう
ということでね、楽しい時間を過ぎるのは早いものでして、もうあっという間に、1時間が経ってしまいましたということでですね、この辺で、今日は鎌取コミュニティセンターから、世界似顔絵最速クリエイター、世界、最速似顔絵クリエイターのカッキーさんこと、柿本健二さんをお招きして楽しい時間を過ごしてまいりましたが、皆さん1時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。カッキーさんも今日はありがとうございました、はい、じゃあありがとうございました。ということで、ここ鎌取コミュニティセンターから終了させていただきます。今日はね、なんか本当に、あっという間の1時間でしたけど、エンディング画面に入らせていただきますということでね、来週は次回の9月26日は菅井あっこちゃんということで、今度はあこのありがとう府ということで、引き売り同胞をね、今やってらっしゃる、キラキラ女性講演会で郵送したね、菅谷彩子さんをお招きして、畑コミュニティセンター花見学から放送予定です。どうぞ皆様お楽しみくださいということで、今日カッキーさん、最終のエンディングでございます。では皆さんありがとうございました、ありがとうございました。終了させていきます。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。